フィニッシュをやってもらってる工房があって、はい、でそこがあのお試しで今、はい、作ってるんですよ。その自分でこのギターを、はい、でこれ10年ぐらい前に試作品として作ったものなんですけど、トラスロッドなしでうわー作ってます。いいなあ。ネックはねもうめちゃめちゃテレキャスだね。え、何なんかどの角度から飛んでくるのめちゃめちゃテレキャスこっち置いときました。あ、めちゃめちゃテレキャスだよこれ本当に。あ、なんかさっきそれ弾いたじゃん、はい、それ弾いた時はあ、俺もう全然これ俺の居場所じゃないよ。これ変わった瞬間にあ、俺の水を得ましたあ、俺のあれだみたいな。あの、いや、ネックはねめちゃめちゃいいっす、うん、10年間特に何もリペアせずに今のこの状態ということで。あ、10年前からあるんですか。10年前にこれは作ったらいいです。動かないですか。動いてないです。あ、僕この太さは全然テレキャスとしては全然あの50年代ほど太くもないんだけど59とかに近いかな。59のテレキャスとかに近いかな。形も結構もう好きですけどね。面白いですね。ちょっとこの、ね、ちょっとなんかちょっと今日目の調子悪いのかなみたいな。なんかちょっと化学物質決めちゃったみたいな。そう。これいい。普通にここエルボーないときはめっちゃ痛かったらしいんですよ。ああ。それで削ったという感じで。え、これすごいいいじゃないですか。弾きやすいし。もう全然さっきの俺のテンションが違う。結構本当にいいなって僕も思ってて。これはいい。ピックアップは五島の別にそんな高くないものをつけてるんですけど、はい、アルダーです。アルダーね、最近重いの多いんですけどね、なかなか。そうなんです、ね、重いですね、もうアルダー結構。あー、やっぱね、ロッドダイブ大きくていいよね。ベースだともっとこうしなりを感じれるんですけど、ね、でもギターでも随分こう跳ね感っていうのは。何が入ってるんですかね。あ、何も入ってない、何も入ってないです。もうメイプル1本っていう完全削り出しで、なんか風があるんですかね、なんかこうな弦を張った状態でしばらくほっといて、ほっといてで、ね、また削って1日待ってみたいなのを繰り返して聴力を見ながらって言ってましたね。あ、そうだよな。やっぱビンビン来るな。あ、うん、ちょっと反ってるのか、うん、ちょっと順ちょっとあれ、そうなんですね。弦を多分ちょっと弱めのゲージが低めのものを貼らなければいけなくなってくるっていう感じですね。まあでもまた指板調整すればいいんですよね。あの反らせて、そうでしょ。やっぱいいテキャスといいレスポールは似てるっていうね。どう聞いたって感じだよね。
これは僕はすげえ好みですね。ちょっとやっぱ反りが気になるから、なんかフレットかなんかでもうちょっと合わせたら、はい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 、もっと良くなるかなって感じ。今後作る上でなんか改善した方がいいところとか、もっとこうしたらいいんじゃないかなっていうのをご意見いただければ。いやー、保険かけて ローズウッドにした方がなんか指板で、あ、削るときとか針の部分、針の部分がやっぱメイプルだと塗装また塗らなきゃいけないから、そうですね、はいはいはい、うん、その辺の手間を考えると、うん、でまたやっぱ塗装塗るやつ音変わっちゃうから、あ、そうなんですね、うん、いろんな意味を考えてローズでもいいのかな、うん、まあでもメイプルの音じゃないとね、あ、メイプルじゃないとこの音出ないからね。これ出音のスピード感っていうのは結構やっぱいいレベルだなっていう思うんですよね。いやでもこのロッドなしの音はやっぱいいですね。いや、うちもロッドなし作りたいんですけどね、やっぱ怖いんだよな。そうね、数を作るってなると結構あれだよね。うん、後々の調整はもう何十倍もかかりますもんね、労力的にも。そうなんですよね。自分のギターだったらいいけどね。でもなさ、めんどくさいのやっぱね。やっぱ一回こういうの弾いちゃうと、ロッド入れたくねえってなっちゃう、ね。いや、いいっすね。なんか体にこう染みてくる感じの響きというか、なんかやっぱオーガニックな響きがありますよね、ありますよね、無農薬感がやっぱ、うん、ちょっとなんかやっぱり通常の粉と弾くと骨っぽいなっていうか、鉄なってんなって感じしますもんね。やっぱ異物が入らない方がいいのかな。うちも作り物限界あるから、なんかコラボで何か作ったりできても嬉しいけどな。もう竿自体をですか。竿自体を作ゼロから作るとやっぱ労力が、そうですね、うん、まあちょっとその話は置いて、はい、貴重なご意見を、いや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 、ファンクおじさんにお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。